東京プロの仕上がり体重みんな予想してみて、カニキンの東京プロの仕上がり体重80キロジャスト、79キロ、キャリーが77から78、83、80.5、81、まあみんな結構ジェネラスですね。実際まあ足を怪我したっていうこともあって、足からおそらく去年の東京プロが 77.5 ぐらいなんですよ。で、まあでも今年は足から多分1から2キロは落ちてて、仕上がりが全く一緒ですね。77.5 ぐらい、 76.5 から 77.5、 当日測ってないんで、ステージ上がり直前でも朝一の体重がおそらく去年の東京プロより 500g ぐらい軽かったかもしれない。もっと絞ったのと、あと足がちょっと削れたっていうのがあって、でも上半身は去年より明らかに厚みがあったんですよね。だから去年よりは大きく見えたものの、仕上がり体重はまあ一緒って言ってもおかしくないかな。去年と 77.5 とか 76.5 から 77.5、そんなもんすよ自分は。それまあ結構ほぼみんな自分の実際の体重より大きく予想してましたね。だからまあそれがフィジーク体型ですよって言いたいですね。カニキンってそんな感じですよ。ステージで映えるっていう感じ。それはもう本当にバランス、シンメトリーで、あとコンディショニングで全然カバーできるところなんで。だからカニキンがサイズつけたら、本当にサイズつけたらどうなるのっていう話なんですよね。僕が多分まあ80キロぐらいでステージに立った時って、もう結構オリンピアトップ10とか入ってるのも予想してます。80で82、3ぐらいの時点で、まあ、トップ5とか優勝狙えるんじゃないかと思ってます。仕上がり体重にはこだわる方ですか？いや全然こだわらないですね。もう仕上がればいいと思ってます。もちろん筋肉を残しながら。